イカ通ります。お店を開けていただけますか。すいません。スイカ食べるために喧嘩することがあります。なのでですね、スイカを食べているカピバラさんにはあまり近寄らないようにしてください。なので皆さん、すいません、もう少し離れてもらっていいですか。申し訳ありません。もう少し離れてください。はい、もうカピバラさん、スイカに興味津々ですね。はい、でこんな大きなスイカをカピバラさんにあげるのは初めてです。はい、今頑張ってかじりついてますけど、なかなか食べれてないみたいですね。はい、今頑張って食べようとしてます。はい、今外側カリカリかじってますね。ビクビクしてますね、この子は。はい、はい、後ろからですね、カピバラさん通ろうとしてるところがあるので、カピバラさんのために道開けてくださいね。後ろにカピバラさんいる人、道開けてあげてください。あ、外側から食べ始めてますね、カピバラさん。赤いの方が外も綺麗に食べてしまいますね。はい、普段のスイカタイムはですね、だいたい10キロぐらいのスイカを1つあげます。でこのスイカですね、今日は64キロのスイカになりますね。はい、いつもの6倍以上のスイカになります。はい、後ろでカピバラさん通ろうとしているところがあったら道開けてあげてくださいね。はい、カピバラさんスイカを食べに来てますよ。普段はですね、スイカ切ってあげてるので、赤い甘い美味しいところから食べるんですね。でもカピバラさんたち今外側のところを頑張って食べてます。普段ですね、野菜を食べるのでスイカの皮まで綺麗に食べますね。はい、頑張って今赤いところ、今うっすらちょっとだけピンクっぽく見えてきましたね。はい、スイカ食べてるカピバラさんの数も増えていってますね。はい、後ろからカピバラさん通ってるとこあったら道開けてあげてください。カピバラさんですね、こんな見た目で意外と俊敏に動きます。あ、こっち来るって思った時にはもうだいたい体当たり食らってるんでですね、気をつけてください。はい、カピバラさん結構動きが、ね、速いんですよ。本気で走ったら時速40キロぐらいで走るって言われてますね。はい、泳ぐのも上手ですし、この見た目には想像できないぐらいカピバラさん意外と運動神経いいと思います。あ、ここ赤いの出てますけど、あんまり中まで食べようとしてませんね。皮の方が美味しいのかもしれないです、ジャンボスイカ。はい、赤いところちょこちょこ出てきたみたいですね。歯応えがすごい。はい、今頑張って食べてますね。はい、この子ちょっとあの落語の子に、はい、混ざりに行きたいけどちょっと混ざりに行けなくてうろうろしてますね。はい、食べてますね。カメラ目他のカピバラ甘い
あ、甘みやっぱ少ないですね。ない。美味しいって言ったら食べようかなと思ったんだけど、やめた。美味しい。うん、ギリ美味しい。ギリ美味しい。これ多いかな。あそこは親子でいるんだよね。親子ですか。親子。はい。はい、チビたちにスイカあげます。